上野学園石橋メモリアルホールは東京都台東区東上の4丁目にある音楽大学上野学園大学内のコンサートホール。パイプオルガンが設置され、主にクラシックコンサートなどに使用されるが狂言や脳なども行われている。テレビドラマ101回目のプロポーズの最終話の撮影でも使用された。2007年に建て替えのため一時休館。 2010年5月にリニューアルオープンした音響設計は長田音響設計。2021年11月8日にブシロードグループのブシロードミュージックが上野学園との間で取得に関する契約を結んだと発表、舞台公演に対応するなどの改装を施した上で2022年春より同グループの劇団飛行船が運営する飛行船シアターと解消して、 リニューアルオープンする予定。今後は、同グループ主催によるイベントをはじめする、様々な公演を開催するほか、劇団飛行船と上野学園による演劇教育の共同事業も展開することになっている。ブシロードミュージック、学校法人上野学園から、上野学園石橋メモリアルホールを取得、飛行船シアターとして22年春にリニューアルオープン、ゲームビズ、 2021年11月8日、ありがとうございます。